はい、皆さんこんにちはラン1号さんです屋外の洋ランをこの棚に全部載せれませんでしたあ,あもう第二の棚第三の棚が必要でえー、もうこれこのこの子たちだけでももうぎゅうぎゅう詰めです とんでもないとんでもない数の洋卵を私は持っていたということになりますどこかでどこかでなんだろうな販売とかできたらなって考えてるんですけどなかなかそううまくいくわけもなくただただ置き場所にもう置き場所限界超えてたのは 分かってたんですけどねまさかこれほどまでだとはちょっと私の認識が非常に甘かったですまあ甘いのは最初から分かってたんですけどねうんもうこの第一の棚でもうぎゅうぎゅう詰めあと残りどうしよう第二の棚第三の棚を急いで作らなければという感じで、えー、10月今日は17か18日、えー、我が家の洋蘭の タナでした。今回は以上です。